おしりさん、かわいい。ありがとう。また、また、こちらこそ会おうね。うん。リンクさん、バラ、ありがとう。初ツーショットに初さん、ありがとう。こちらこそも初めてばっかりだったんですけど、皆さん、ありがとうございました。クリスズキさん、バラ、ありがとう。今日はね、コンタクト入れてたの、入れてたんだけど、もう、5時間目が終わってから、もう、やばすぎて、もうここら辺がもうやばすぎて、もうその場でね撮った。初めて私は家の洗面台以外でコンタクトを外すという行為をしました。今日お話し会会場でこうやってやってた。サイン会ありがとう。見てないけどクルタさんの好きなのかけたよ。いい感じにかけたよ。おい黒リンパさん、タワーありがとう。気づかなかった。クラレンパさん、タワーありがとう。ちょっと待って。 OK、 クラレンパさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうです。お話がありがとう。こちらこそですよ、こちらこそですよ。ってか明けましておめでとうって言われてさ、いつもさショールームでさ、あショールームとかさ公園とかで会ってたからさ、えと思ったらさ、今年初めての話からだったよね。そういえばマジえ、明けましておめでとうかってなった。くるくるがいかに可愛いかを知ってよ。ツーショットめちゃくちゃ可愛く撮れた。本当嬉しい。ツーショットマジ新鮮。本当はね、私サイン会をあのこれでやって、その後すぐ着替えて2時間目3時間目やるつもりだったんだけど、それができなくて 1,2,3 全部ぶっ通しでやっちゃったから着替えれなくて、ツーショットで着替えました。藤玉さん、バラありがとう。整った子だと思った、嬉しい、めっちゃ楽しかった。こちらこそ。タラリンさん、スコーヒーカップありがとう。中村さん、うさぎありがとう。純喜さん、バラ小判ありがとう。純喜さん、花束もありがとう。今日の服めっちゃ可愛かった。本当くるくるとツーショットでした。キュンキュンポーズは未だに人に見せられない。でもまたやるやろ。そポーズ面白かったね。その撮られる感じ楽しかった。目でかい、嬉しい。夏好きのパネル見れされてよかった。いつもあそこに飾って毎日見てニヤニヤしてる。ありがとう。よ、嬉しかったよ見れて。目取れなかった？え、ちょっと目取れた。なんかでも今日マジで目取れそうだった。こうやってコンタクト外すとき、なんかもう外で取れなんて初めてなんだから。つなみさん、かわいい、ありがとう。時間が押したけど一枚一枚しっかりコミュニケーション取ろうとしてくれたのが嬉しかった。いやそうなんよ。そうもうなんかお一人さいっぱいそのみんなが買ってくれたのにさ、最後の方ありがとうありがとうってなったから申し訳ないと思って、でも煽られてるからちょっと急がなきゃって言うけど、自分さ体感さ10秒でやってたつもりだったんだけどさ、めっちゃ遅かったよってさスタッフさんに言われてさ、すいませんめっちゃ謝った。津波さん、尊いありがとう。お疲れ、あ津波さんお疲れもありがとう。頑張ったもありがとう。おみんな優しい、早めに切り上げてありがとう、そう言ってくれて。竹松さん、芋虫ありがとう。津波さん、バラ今さんお疲れありがとう。生で話してこちらこそ楽しかったよ。奈良西さん、バラありがとう。お忙しい一日でした。でも楽しかった楽しかった。まさかさん、お疲れありがとう。いや給水タイム大丈夫だよ。そう給水タイムね。でもたまにあの人と人の間のその終わってこう次に行くまでの間に水飲んでたら間に合わなくてバレる時があった。あ、今水飲んでたしようって。あ、やばいやばい。ごめんなさい。そう、今日服ね、2着用意してた。一日お疲れ様、ありがとう。23日からもう少し話すと、本当嬉しい、待っとるよ。そう、今日でね、今日行ってなくて、あ、ちょっとくるくると話したかったかもとか思ったり、今日話してみて、もうちょっと話したいかもと思ったら、ぜひ、23日来てみてください。そう明日が最後の受付だ、23日は。ヤシーさん、結婚してありがとう。やだけど考えとくね。写真のメッセージ気になるか、何書いてるか気になる。もうそれは届いてからの楽しみですよ。
トイさん、コーヒーカップありがとう。コンタクトやばいって、どんな感じ？なんかね、目がシュバシュバしてグーって なんかなる。え、話しかけたビジュアルめっちゃ上がってた。嬉しい。肩にモケキャついてた。怖い。でもみんななんか面白、なんかより面白さに磨きがかかってた。お話し会のネタの面白さに。イノセンスさん、イモムシありがとう。そう、次は生写真前持ってもらいそう。なんかね、そう、次はあのちゃんとあの持って帰、なんか先にか書いてって言われた。あれでも今回もね、くるくる吸収係したい。お願いします。くるくるこうやってやったら水を手に。いつも楽しい。ありがとう、トイさん。猫ありがとう。くるくるそれでも好き。優しい、それでも好きだよ。買い物しました。本当ありがとう。楽しもうね。ワク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 。はい、プレゼント送りたい。本当もう何でも嬉しい。クロクロの写真、ココアさんくらいのショートカットになったから。確かにね、そう、結構短くなったなと思ったんよ。俺の面白いとこ何もなかったでしょ。あるとすればクルクル撮れない。あった、面白いって言ったらちょっとなディスみたいになるけど、みんな違ってみんないい。今日も手伝い方ありがとう。嬉しい。ツーショットの服を変えるあたりおしゃれやろ。いや、 めっちゃギリギリまでなんか着替え、これはもう着替えるべきか着替えるべきかめっちゃ迷って、最終的に着替えるを選択して、でも着替えてよかったと思った。もう一個はね、ほんと全く私が着ないような、サコさんが着せそうなあの系統だった気がする。あのなんていうのかな、なんていう系統なんだろう。ツーショットもね、結構ね、楽しかった。ツーショットさ、普通にさ、撮ってさ、喋る時間結構あったよね。事件。みんな次は待ってるよ。世界で一番可愛いユカから、なんだ愛は一生忘れません。めっちゃドキドキした。ありがとう。忘れないで。ホセデラローサさん、ありがとう。バラ、ありがとう。そう、髪すぐ伸びるもんね。そうだよね。今日もケーキ京都ゲットしたんだけど、あ、京都限定ゲットしたんだけど、いる。え、いる。いいのもケーキ。いいの逆に。サイン会ありがとうございました。先輩方と同じくらい上手かな。上手で驚きました。あと、いつも以上に可愛かった。嬉しい。ありがとう。これでいいかなって手探りだったんだけど、そう言ってくれて、嬉しいよ。ありがとう。メンバー取る暇なかった。本当にやばかった。そう、着替えるの、ね、嬉しいサプライズ。ツーショットめっちゃ可愛くって言ってた。よかった。なんか大丈夫、白目のやつとかなかったみたいな。下に着てるのはね、そう、サイン会とお話し会で着てた服。これはまたツーショットで着てた服もまた着るショールームで。今日はありがとう。こちらこそありがとう。ズキちゃん、バラ、ありがとう。ツーショットくるくる可愛すぎて緊張してハートしか余計できない。マジ何でもいいよ、もうどのポーズも。別のメンバーが呼んだ人の名前をその後くるくる呼んだりしててちょっと面白い。いや、そうよね、そうなんよね。あれ聞こえてきたけど、まあいいかと思って。まあいいか、まあいいか、まあいいか、まあいいか。ゆうかに好きって言われた後ずっと顔真っ赤になって熱くて仕方なかった。よし、くるくるの勝ち。勝ち勝ち勝ちとはって思うけどね。勝ち、みんな結構巻き入ってた。じゃあちょっともうちょっと自信持ってやっていい。ちょっとポルダーグリさん、バラありがとう。クリンパさん、バラありがとう。ガーリー系の服になるんか。そうか、多分ガーリー系、確かに姫っぽい、確かに。ありがとう。
ワンショットの時探させていただきます。ありがとう。ワンショットあったら待っとるよ。今日も笑顔輝いてた。世界で一番。白目じゃなかったっけ。地蔵目これか。やばい、タイミング的に目つぶっとるなったかもしれない。ちょっと可愛すぎてビビった。嬉しい、嬉しい。ツーショットでハート打ち抜かれちゃった。で、パンパンズッキュン。遅刻。ご主人様、悪い目で私を許してにゃん。極楽丸さん、バラありがとう。話すの前から楽しかった。優しい。山さんめっちゃ可愛い。ありがとう。今日ツーショット会の時はサーヤンさん隣だった。サーヤンさん、あの休憩、あの5時間目だったか4時間目終わって5時間目までの間、サーヤンさんが隣の席で、隣の席っていうか椅子に座ってこうぼーっとしてたから、私が行ったらサーヤンさんがいらっしゃって、サーヤンさんうさぎ可愛いですねって言ったら、くるくる隣の席なっていう会話をしました。ツーショットの写真の完成度が高くて感動。ファンとしての参加経歴経験がすごい聞いてた。え、やっぱ聞いてた。そう、私はツーショットココアさんに参加してるから。よかった、そ聞いてたの、よかったわ。あ、くるくるの愛のメッセージ受け止めた。受け止めてしっかり。さこさんにくるくるお話し会の時間だったらサイン書いてたって言ったら笑ってた。恥ずかしい、恥ずかしすぎる。ヤマさんハットありがとう。地止めちょっとも欲しい。地止めってこれだってる。よっちさんバラありがとう。ね、リアルでも会いたいよね。リアル。リュウトさんバラありがとう。他の方のツイートのツーショット見ると、俺の時のくるくるちょい真顔っぽいのが嬉しいような悲しいような。本当？待って真顔になってた。本当に本当？嬉しい、まあ、嬉しい、嬉しさがあったらちょっとまあよかったけど。ツーショットとお話し会でくるくるにしか見せないものを見せられたからよかった。こちらこそありがとう。くるくるしか見せられないもの、いいね。そうツーショットね、そう意外に時間長いよ。そうなんよ。サインありがとう。こちらこそありがとう、うん、え、これさ、チェキやばいんじゃない。先取りに行こうかな。ねえ、これ先取りに行った方がいいんじゃない。これ私チェキ、え、ちょっと行ってみようかな。え、どうしよう。ヤカピ12月よりもさらに自然に話すように思った。え、嬉しい。でも自然に話す気がする。楽しめたよ。ピース曲げてるとこ2人できて、こちらこそ。小市さんバラありがとう。いや、チキは笑顔 100% いいよ。 OKOKOK ねえ、クロクチキ3時間半かかる、多分やばい。さあチキちょっと取った方がいいかもな。なんか不安になってきたな。でもなんかね、その今日のでそのサインを変えた方がいい説が浮上してきたよ。サイン変えたらって言われた。いや、そうですよね。サインが、まあ、長いんじゃないか問題。あと私は名前の画数が多いから、まずそこも多いしで、結構、まあ、慣れてきたらサインの名前とかも苦島優香じゃなくてくるくるとかでも OK になってくるんだけど、まあ、最初のうちだから苦島優香とかの方がいいってなって、まあ、名前は苦島優香がいいんだけど、そのサインを変えるのがいい、変えたらって言われた。え、どうしよう。サインね、確かに。でも私
サインこれ以上いい感じのサイン思い浮かばないぞ。私サインとかさ決めるセンスないんですよ。チェキ増したい？そっか、もう受付終わっちゃってるよね。そうよね。来年、次のシングルかな。来年待ってるよ待ってるよ。確かにチェキ会は押してもお話し会とかあるわけじゃなくて、確かに確かにそれその面で言ったら大丈夫かもしれない。確かに確かに。くるくる優香でさい、くるくる優香でいいかな。確かにくるくる優香。そうサインでもう3回ぐらい書いてる。そうなんよ、サイン書いすぎじゃない？ちょっとさすがに、さすがにね。まあ、慣れか、これ慣れと先に書くのか通称そのポーズくるくるにお任せしたから難しいポーズ言われるかもとビクビクいや私もさ最初だったからさ難しいポーズちょっと勇気が出なかった。もう立ち上がってバルシャークとかでもしようかなとか思ったんだけど今回のシングルからサイン会もお話し会の枠に、あ、今回のシングルからなんじゃ入れてしまったからスタッフさんが一番テンパって確かに。しかも自分らが1時間目でもうゴリゴリのトップバッターだったからもう汗汗だよね。汗汗、超絶汗汗。あずみんとノアピも集合時間が一緒だったんだけど、みんな1時間目かと思ってたら私とリュウツが1時間目で、ナピとアズミ頑張ってねって言って、やばい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 。クリボさんバラありがとう。やばい、マイシングル、マイシングルサイン変えてくけアイドル、やばいやばい。もう最終的もうないよ種類く、くとかなってかもしれない。くく丸みたいな。千穂さんは形はそのままに会員版にサインを変更しました。え、そう、ままあスタッフさんも言ってました。なんかそう千穂さん の, そのサイン会とか見るのがいいよって言われて、こう千穂さんはこうサインもこういい感じのこうな流れで書いたり、名前とかそのかな、ん、名前書いてその出す、名前書いて出して、名前書いて出してのテンポが一番いいから千穂さんを見なさいって言われました。あ、わかりました、見ますって言って勉強しますって言って。そう、確かにそうだよね。簡易的にそういうのもありかもしれんな。昇格を機にとかにする、それか、え、でも買いすぎか、え、どうしようどうしようどうしよう。そう、青春発狂ありがとう。いつも時まつるさん、チョコのバラありがとう。次回ツーショットくるくるとバルシャークしちゃう？いや、バルシャーク急すぎてできんかったらどうしよう変な顔したら。昔授業中にサインの練習したけど披露することなの。え、めっちゃあるあるじゃないそれ。私も全くアイドルにそのなってなかった時、小学校の時とか自分のサイン作ってたもん。23日の全時間もしもし申し込みした、ありがとう嬉しい、待ってるよ、ありがとう。ナベナベさんかわいい、ありがとう。シングル旅にそう1枚ずつ変わった、やばい。もうなんか来島さんのサインってなんか固定しないよね、なんでみたいになったらどうしよう。え、そう、くるくる結構ね指紋ついた気がする、指紋、名前写真。
バルシャークポーズはね、片足立ちしてこうやって横にこうやってやるやつ。バルシャーク。マイさん、マイキューさんは研究生から昇格した時にサインを変更しました。じゃあタイミング的に言ったらそれありかもしれん。次からちゃんとサインを持って帰って家で書いてくれば、ま、遅くな、でもだよね私。最初の方書いてたもんね。いや最初の方書いてて、なんかそのやっぱ先輩はこうたくさんこうファンの方もいらっしゃるから、こういっぱい書くから急いでる。私はもう自信もう全然もう、でも本当に皆さんたくさん買ってくださって、私のサインをゲットしてくださって本当に嬉しいんですけど、そう、もうゆっくりやっても大丈夫ぐらいなんじゃないかとか、もう勝手に思い込んじゃってて、もう最初の方1人1分とかでやっちゃってたから、もうそれを直したら、まあ、いけるんちゃう。もかさんバラありがとう。いいのさんバラありがとう。確かに今のサインレア度増すか。確かもって言っちゃった。確かに。会えるお話し会しか申し込みしてませんが、よろしくお願いします。おありがとう。会えるだ、あ、直接だけでも嬉しいよ。待ってるよ。オロチさんバラありがとう。いやほんまバルシャークしたら多分もうフレームアウトするよ。くるくる映ってないやつ。ナミチさんバラありがとう。もうくるくるだけでいいかも。本当にくるくるで全てを満たしちゃうよ。くるくるがだった。日本語。最初何枚くらい書き置き、でもね30枚とかかな、多分3、40枚かな。やめさんバラありがとう。3分の1って言われて、いや焦りくるくるですよほんまに。初さんありがとう。宝、こちらこそありがとう。宝にしてね、宝もう額縁に飾って。もう拝めて。あそこまでしなくても大丈夫なんですけど。初さん以下ありがとう。こちらこそありがとう。楽しかったよみんな。トイさんバラありがとう。今日ありがとう。こちらこそありがとう。楽しかったよ。いやじゃあちょっとチェキ考えようじゃない。これサイン書いといて言葉はその場でっていう、多分私言葉だけでも1分もかかるんちゃうかぐらいだから、もう書いた方がいいかもしれん。チェキの服ね、どうしようかな。安住のチェキの服可愛かったなと思って。意外にもう10日すぐや。いや変な顔しちゃった。バルイーグルとバルパンサイルとレアです。レアキャラですよ。クレイブさんコーヒーカップありがとう。そう最後のさサイン会さ、最後の1枚って言ってさめくったのさ、最後の 1ページって意味でさ言ったけどさ、みんな多分あの1枚の方でさ思ってさ、お疲れ様って言ってくれたのに、そして次はとか言っちゃって申し訳なかった。今日サイン会ありがとう。次回はお話し会でありがとうありがとう。松高さんバラありがとう。島次郎さんかわいいありがとう。ワリガルさんかわいいありがとう。パーズの時はねサイン会はね、あなんかねくるくるには人は来ませんでした。来ませんでした。私1イベント1人来るか来ないかでした。悲しい現実ですよ。ほんまに泣けるよ。もう泣いてなかったけどね、その時はよく泣かんかったなって感じですよね。チェキ会もね、服ね2パターン、2か3用意しようかなと思っていいけど、3も用意できる服があるか分かんないから2かな。
わかんない。サイン会申し込みと逆順？あ、そうなんだ。あ、じゃあ次回遅めに申し込む。オッケー。あ、じゃあ23日なら今申し込んだらいいんちゃう。次の戦いポーズお任せ、いいよ、決めておきます。サライまで流れて、そうそう、悲しいだけ、悲しいだけなんですよ。悲しいだけ。サインと言葉書いといて絵柄選んで名前だけ書くってすれば、確かにそうだよね。ちょっと言ってみ、あ、45分ありがとう、教えてくれて。いや、そう、もう今はもうたくさんの方が来てくださっていて本当に嬉しいです。だってチキ会一人ってほんま悲しいわ、ほんまに今考えても。いや、そうだよね、最大3枚だからね、3種類あると嬉しいよね。そうだよね。ちょっと明日学校終わり、なんかお母さんと服見に行こうかな。なんかね、かわいい、かわいいね、いいのがあったらちょっと欲しいな。ピンクのおとどろさん、バラありがとう。それでは目をつむったチキはぼっちにするか聞かれるから、スタッフさんにこれを OK って伝えておいて。いいの、目をつむった。あ、ていうかさ、こんなポーズがさ、こんなポーズがいいみたいなさ、なんかその自分が欲しいっていうのもだし、なんかこういうポーズいいと思うよっていうのがあったら、ぜひハッシュタグクリマクルで教えてくれたら嬉しいです。そしてあのスクショタイムしたいと思います。スクショタイム。制服とジャージと体操着 A の逆、確かに逆にみんなに刺さるかもしれない、そっちの方が。裏ピース、バルシャーク。バルシャーク。真顔もレアだよ。でも写真会ドアップもいいなと思ったよ。ドアップ、ドアップフレームアウトしてほしかった。ちゃんと足上げてるよ、ちなみに。シソンパジャマだからな。それでは、振り向き、モデル風。カッコつけて、あー恥ずかしい、こんなカッコつけて変な顔してしまう。いやー、いつかでもなんかさ、その BLT さんとかさ、アップトゥボーイさん、アップトゥボーイさんとかさ、なんかそういうアイドルの、アイドルが雑誌に結構こう乗ったりするじゃないですか。最近だとリッセンさんとかオキさんとかみたいな、もうそのちょっと興味が出始めちゃって。でも私絶対そのポーズとかできない人なんですよ。裏表紙はこれ決まってる、決まってます。裏表紙はこれ決定。ちょっと興味を持ち始めたんですけど、まずポージング頑張ります。生写真ありがとう。それではもうちょっとポーズいるか。画面に収まるようにポーズ取るのは意外と難しかった。確かにいつも何気なくできてるクルクル、すごい。嬉しい。もう何気なくやっちゃう。オノピーさん、ウサギありがとう。あ、そう、ソロクラビア、そう、ボムさんとか、そう、ビスさん、そう、月刊エンタメさん、ヤンマガもあるのでね、ヤンマガまだちょっと取ってないんですけども、
撮る前に勉強頑張ります。のポーズ、ポージングの、よし頑張ります。乗れるぐらいになるまで頑張ります。それでは団長読みたいと思う。あ、その前にお話し会、お話し会の受付が2月23日は明日の1時が最後になっております。なっておりますので、皆さんぜひ本当に本当に待っております。今日ねくるくると話せなくて、もうちょっと話したかったなとか、話したことないけどちょっと気になってるから行ってみたいなとか、まあったらもうぜひ、もうぜひぜひぜひ待っております。もう歌唱力の応援、あ、もうこの日が歌唱力の応援できる最後の日ですね。と何の時、あ、そう、愛を伝え、私が愛を伝える日、出す、出すって言っちゃったです。やっぱくるくるしかと思った一日でしょ、でしょ、時期待ってるよっていうと、あとツーショットもね、サインも待ってる、待ってるます、待ってるます。次はもうちゃんとしっかりも落ち着いて書きます。リアルも待ってるます。それでは、どうしよう、え、ご帰省さんのメッセージ、それでは壇上見たいと思います。愛を伝えますよ、もうぜひ待ってますよ。13位ウォッカさんありがとう。12位クリボーさんありがとう。11位オロチさんありがとう。10位ホセデラローサさんありがとう。9位柏木正樹さんありがとう。8位ピンクのトトロさんありがとう。7位マサタカさんありがとう。6位竹まつるさんありがとう。5位中村さんありがとう。通常と、あ、嬉しい、あ、嬉しい。4位トエさんありがとう。3位待って、ヤマさんありがとう。2位ツナマヨさんありがとう。そして1位はチュルル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 ルパーン、クロリンパさんありがとう。クロリンパさんありがとう、ありがとう。皆さん今日も見てくださってありがとうございます。ねむねむにゃんこだったんですけど、見てくださってありがとうございます。今日はお話し会を、いや、サイン会、ツーショット会もありがとうございました。ツイートしてるのでぜひいいね、リツイート、コメントよろしくお願いします。待ってます。今日ありがとう、こちらこそありがとうです。レッツ天使ありがとう、銀河地ありがとう、楽しい配信こちらこそありがとう、あ、お疲れ様ありがとう。可愛くるくツート見たよ、大優勝ありがとう、あ、顔面国宝ありがとう、可愛いありがとう、お疲れ様、あ、癒されてよかった。それではまた明日も、明日から月曜日ですが頑張りましょう。おやすみ、おやすみ、みんじゃみー、おやすみ、ドアップ。